これ好き。じゃあ俺の舌たくさんねじ込んであげる。あんまり声出すと部屋の外に聞こえちゃうから気をつけて。他のお客様が退店準備中だから。少しの間だけ声、抑えようね。いい子だ。よしよし。耳の中、唾液でいっぱいになっちゃった。